クリスチャン4世。その名は、デンマーク王室伝承のレースの総称となっている。ローゼンボリ上デンマークボビンレースとは、デンマーク王国において独自の発展をし、現代に伝承されているボビンレースのことである。ボビンレースは、16世紀初頭にフランドル、またはベネツィアを発祥の地として、16世紀半ばにはヨーロッパ各地に広がったレース技法である。17世紀。 18世紀のヨーロッパの絶対、君主制の下で、それらのレースは、王公貴族の服装を華やかに装飾し、富と権力のバロメーターとなった。ヨーロッパ全域に広まった、ボビンレースは、地域ごとに、特有な技法やデザインを発展させた。デンマークにおいても、初期にはイタリアなどからレースを輸入していたが、16世紀末から17世紀、初頭に在位した。 クリスチャン4世はレースをこよなく愛し、その保護のもとで、ボビンレースは独自の発展をした。特に、ユラン半島のテュナーでは、独特な技法とズ柄のチュールレースが考案され、国の産業として奨励された。クリスチャン4世は、自らの服装や、日用の布製品にレースをふんだんに使用した。それらの伝製品は、コッペンハーゲンのローゼン棒状。 ヒレレズのフレデリクス・ボージョー国主博物館、国立美術館、王立博物館などに展示されている。特に、1644年に戦場で身につけた軍服には豪華なレースが施され、血のりがついたシャツやハンカチを博物館で見ることができる。傷ついた目を覆う眼帯までレースで縁取られていた。また、コペンハーゲンの 50km ほど南にあるバロ城と、 その教会には、フレデリク四世時代のレースが非常に良い、保存状態で残されている。フレデリク四世は、恋人、アンナ・ソフィに、バロ城を送り、オーヒル・イーズの死後彼女を王妃に迎え、この城を居城とした。六人を受けた王子、王女はすべて養成し、二人は、神の罰と考え敬虔な信者となった。手厚く葬られた子供たちの死での装束に施された、ボビンレースは、 高度なテクニックを駆使し、金銀糸や絹糸などで作られ、現在に残る貴重なコレクションとなっている。なお、フレデリク4世の死後、クリスチャン6世が大いに着くと、アンナ・ソフィはバロ城を追われた。18世紀のロココ時代には、フランドルのレースが妖精のレースと呼ばれるまでに完成度を高めたことで有名である。しかし、 18世紀の後半の機械レースの発展により、ヨーロッパの主生産地で多くの技法が失われていく中、妖精のレースは現代に技法を残すことはなく、現代のヨーロッパ各地に残されたボビンレースのデザインや技法の中にその名残があるのみである。その一つとして、デンマークのトゥナーでは国の保護のもと、19世紀にはおおらかな空間を持たせた。 斬新で自由な技法と図柄が考案されていた。現代のボビンレースは世界共通の組織図による表記を完成させている。デンマークにおいても人類の財産としてアンティークのボビンレースを解析し、その技法を伝承する作業が継続されている。現代のデンマークボビンレースは以下の4種類に分類される。トーションレースは世界的に愛好され、 作成する人口も多いため、ボビンレースといえば、トーションレースのことを指していることが多い。幾何学模様のパターンが多く、初心者向けのパターンである。デンマークのトーションレースの特徴は、北欧の特徴を持つ図柄であり、特にハート型の模様が多用されていることである。一般的なボーダーやコーナーだけでなく、円形や四角形に作成する技法も保存されている。 クリスチャン4世のレースで作成したハンカチーフクリスチャン4世がボビンレースをこよなく愛し保護したことからデンマーク王室伝承のレースはクリスチャン4世のレースと総称されているギュピアレースの一種である16世紀から18世紀にかけてレースは権力と富の象徴であり王公貴族は家計固有のパターンのレースを独占していた デンマーク王家のレースのパターンは他の王家には存在しないものである。王家に関連する教会等に保存されているレースや絵画に描かれたレース模様を参考にして、デンマークのボビンレース愛好家の手によりパターンの復元が手掛けられており、現代人の手により作成することが可能となった。糸運びが複雑であるため、作成にはある程度の熟練した技術と知識が必要である。 リーベ地方のハピド当時デンマーク国立博物館所蔵の資料をもとに安田さんアが復元2004年発表トゥナーで発展したレースである失われたフランスの妖精のレースにも匹敵するほどの精緻さと繊細さを併せ持っている繊細さと牧歌的オらかさを併せ持つ図柄に特徴がある作成には高度な熟練した技術と知識を必要とし 現存するアンティークレースをもとにデンマークの愛好家による復元が続けられている。18世紀半ばから19世紀後半にかけて旧世はデンマーク女性の復職にとって大変重要なものであった。37の農村地域でそれぞれが独特のスタイルを持ち、教会での儀式や地域での祭事において非婚女性であることを示し、さらに婚家の格や、 富裕さを表す象徴としての役割を果たしていた。そのうち30地域の旧世には高価なトゥナーのチュールレースが用いられており、デンマーク国立博物館附属民族衣装館が1996年に閉鎖されるまで公開されていた。所蔵品は現在非公開となっている。デンマークのボビンレース作家の手によるデンマーク独特の雰囲気を持ったレースデザインの研究、 創作により生み出された現代芸術である。北欧では著作権の保護が厳重であるため、インターネット上での公表は制限されている。ありがとうございます。